張国党は近代中国の政治家、革命家。調整中に造反し、その後共産党を除名された。字は反の木陰。別名は独立。号は画用、勝人。そもそも毛沢東や首都区と異なり、農村の出身者ではなかった。北京大学在学中は学生運動家ではあったものの、共産主義者ではなかった。 54運動の高まりの中で、急速に民族意識を高めていったと思われるが、当時最先端の革命思想であるマルクス主義に触れたのもこの頃であろう。悪い意味で都会派であり、モスクワ在留で中国共産党中央執行委員を務めたのも彼が最初であった。このため、毛沢東の主張する農村で都市を包囲する中国革命の手法に共感できなかった。 中国共産党の評価は、検討の功労者であり、最初の反逆者であり、極左冒険主義者であり、受け修正主義者と非常に明快に定義、評価している。しかし、南昇騎議の無謀さを指摘したのも、超黒党であり、調整の目的地を先制省延安にすることにことを唱えたのも、また彼であった。南昇騎議に対する彼の態度と、調整に対する彼の態度は、 それぞれ相反的である。そもそも1927年7月30日の段階で南章を軍事的に占領して共産党は何を目指したのか。当時国民党は北伐の真っ最中であり、ここで武装放棄しても国民党軍は戦力を南章に差し、仮に南章を短期間維持できたとして、その後の展開をどう進めるのか。州恩来に対して、 超国党は、この点を論難したのであり、革命そのものを否定してはいない。結果として8月1日に武装放棄を起こしたものの3日には、早くも撤退することになり、以後、州本来は、都市の維持には広大な農村部の共産化、根拠地化は避けて通れないと考え、もう卓東路線に追随する。他方、超国党は、周到な準備と計画があれば、 ロシアのような都市からの革命は可能であると考えるようになった。調整開始はもはや避け得ないとして、超国党は調整そのものには反対していない。しかし北進を主張する党首の部に対し長は、町は南進、根拠地建設を主張、準議会議で決定された毛沢東路線の選択及び毛沢東の指導権の確立に対しても反対した。この対立は取得。 竜白将らの戦略的観点による南進による根拠地の再確立と任意羊が竜らの戦術的観点による北部への転進の論争でもあった。結果として一部の部隊が南進するものの強力な国民党勢力に阻まれることになり、北進に転ずることになるが、長の主張通り一致して南下すればあるいは果たして、奇襲、広生、関東を掌握できていただろうか疑問は残る。 また、その代償として、監縮、先生を失った可能性は否定できないであろう。ありがとうございます。